皆さんこんにちは。今回の動画はもし鳴宮の台が引退した犬術の新チームどんな大台になるか考えていきます。なお今回のオーダーは大熱作と2216話までに登場してきた選手の内容から自身の独断点検で選出しています。ちなみにいつのチャンネルになるんですが、もしみゆきの台が引退した聖堂新チームどんなオーダーになるかを考えましたので、まだ見てない人は下の概要欄に動画のリンクを貼っておくので時間がある時にチェックしてみてください。あとこの動画を最後まで見てよいと思った人は高評価の方よろしくお願いします。それでは本編最後までご覧ください。本題に入る前に稲津はどんな高校か軽く紹介していきます。稲津は実績のある国友監督の下で甲子園を目指し全国制覇をしたいという選手が集まってくる高校となっています。春夏は10回以上の甲子園に出場している国友監督は栃木の真原高校をわずか5年で甲子園発表に導き、10年前から母校である稲津の監督に就任。ちなみに現在夏の大会では準々決勝で聖光学院を倒し準決勝へ駒を進めています。今回のポイントでは、稲津は鳴宮の台が引退後、どんなチームになっていくのか、新チームの戦力分析や最強オーダーを考えていきます。まずはこちらをご覧ください。これは鳴宮が3年夏の大会、準々決勝の成功戦のオーダーとなっています。1番センター、カルロス。2番ショート、白川。3番ライト、早乙女。4番ファースト、山岡。5番ピッチャー、鳴宮。6番キャッチャー、多田野。7番サード、矢部。8番セカンド、江崎。9番レフト、杉。9名中、カルロス、白川、山岡、鳴宮、矢部。5人が3年生となっています。鳴宮が抜ける新チームでは、結城の代の聖堂のように3年生の主力選手がごっそり抜けてしまいます。3番早乙女が3年生だとしても、新チーム鳴宮の代のレギュラーメンバー多田野、江崎、杉の3人、ピッチャーには関東大会で登板した1年生の岡松慎二、この4人しかいないため、稲津の新チームは弱体化するとよく言われている。しかし主はそこまで稲津は弱体化しないと思います。岡松の他にも1年生には三石洋二、吉田明光、島良平、この3人の活躍によってもチームは変わってくると思うので、この3人に期待したいです。先ほど早乙女という選手が登場しましたが、夏の大会では3番を務めている鳴宮の同級生ならもっと紹介されてもおかしくないと思うので、今回鳴宮の1個下という設定にしました。他鳴宮が3年春の関東大会、この大会で5番ライトで神宮寺という選手が登場しています。神宮寺も早乙女のように稲津でクリーンアップを打っているため、鳴宮の代ならもっと詳しく紹介されてもおかしくない。なのでこの神宮寺も鳴宮の1個下という設定にしていきます。これを踏まえて現段階稲津で登場しているキャラの中で新チームのオーダーを作成。ちなみに新チームのオーダーの方はこんな感じにしました。1番センターの江崎、2番センター杉、3番ライト早乙女、4番キャッチャー多田野、5番レフト神宮寺、1番ピッチャー赤松。公式戦の経験のある選手をオーダーに組み込みました。一番を打つ江崎杉は1年夏から甲子園でベンチ入り、さらには2年夏の大会まで2人とも甲子園を経験済みということで、経験豊富な2名を1、2番にしました。3番には夏の大会で3番を務めている早乙女に、早乙女に準々決勝の栄光戦ではヒットを放っていたので新チームでも活躍してほしいです。4番の多田野は1年秋から稲津の正捕手としてレギュラー出場、バッティングの方はチャンスに強く、公式戦では毎試合タイムリーを打っている印象があります。5番には関東大会で登場してきた神宮寺に、1番の赤松はまだバッティングをしているシーンが描かれていないので、今後バッティングシーンが描かれてきた時はどんなバッティングをしてくるのか楽しみです。ちなみに先ほど紹介した赤松と同じ1年生、三石洋二、吉田明光、島良平、この3人の守備位置が明らかになっていないので、この3人が新チームどこの守備につくのかも楽しみなところです。稲津はここ数年秋の大会は早々に負けているが、夏の大会までにはチームを仕上げてきたので、たとえ新チームを指導して選抜に行けなくても、国友監督は夏までにどんなチームを作ってくるのか楽しみです。最後に鳴宮の代が抜けた新チーム稲津のキャプテンはキャッチャーの多田野だと思います。以上今回はもし鳴宮の代が引退した稲津の新チームどんなオーダーになるか考えていきました。他にも違ったパターンのオーダーがあると思うので、皆さん考えてコメントしてみてください。最後にこの動画を見ておいてもらった方はチャンネル登録並びに高評価よろしくお願いします。あとツイッターとインスタもやっておりますので、フォローの方しております。